みんなね結構いろんな人が最近そう出て悩みをそう吐露してるっていうね。いいのかな恋愛と仕事の両立で悩んでる人が、うんうん、周りにめっちゃいるのよ。いない？みやきちゃん。いや逆にもうその悩みを超えた友達ばっかりになってきて、うん、まだ私そこで悩んでるみたいな。そういうことか。感じかもしれない。結婚ラッシュだもんね俺たちの周り。うんうんうん、やっぱ男性はねなんかまだ遊べるしみたいなやつが、うんうんうん、30歳でもまだいいやつなんかチャランポランがイメージだけど仕事をすごい頑張ってる女性で恋愛に割くリソースもなければ、うん、そんなにめっちゃ興味がないそういうモードじゃないのに周りがめっちゃ結婚ラッシュするしうどうなのってすごい聞かれてえしなきゃいけないのそうめっちゃそう、うんね、周りに勝手にせかされるみたいな自分はそう思ってないのにそう、うんまあ、社会的圧力っていうと難しい言葉だけど、うんうん、そのなんか恋愛モードになれないっていうのはめっちゃあってあちょっと恋愛するかと思ってなんかいい人とかできたり、うん、彼氏できたとしても、うん、結局仕事を理由にもう優先度はもう全然違うというか仕事が圧倒的上なんだ圧倒的に上というか結果こっちを取っちゃうみたいな彼氏と例えばなんかデートする約束してて、うん、急に緊急対応入りましただったら、うん、もう絶対こっち仕事もう何も考えず仕事みたいなそれでなんだろう今日ごめんちょっと仕事で無理になったって言われて、うん、なんかこう不機嫌になられても、うん、えなんでってなっちゃうそこにまああんまり理解がない理解してくれない方が結構多かったんだ、うん、今までそうだね、うん、前話したけどそれこそ2人で旅行に行くのに、うん、彼が運転してくれてて私がスラックね、うん、返信返してたら、うん、めっちゃ不機嫌になってどうなってくみたいなへそれ事前に言うのちょっと今から5分だけ仕事するからごめんみたいなのあ今ちょっと返すねみたいな言うんですけど、うんうんうん、ダメなんだだからダメとは言わないけどあからさまにあ不機嫌だでも返さないとそうだね確かにそうなんかそれが忙しくてやらなきゃいけないからごめんで、うん、両立できないっていうかうまくできないっていうのもあるけど仕事の方にばっかり向いちゃってそっちが楽しい楽しいってなっちゃって、うん、あもう今この人私必要ないわいなくても楽しいからって思ってじゃあ自分からちょっと別れようみたいな感じで別れてきたのが多分 2,3 人いるかもしれない、多分さ、まあ、仕事の方が優先度高いし、まあ、恋愛モードじゃないけど周りがそういうモードになってて分かんないけどだんだん話し合わなくなるとか、うん、インスタで結婚しました毎週流れてくる子供の写真とかばっかりになってくるんだよ、ね、マジで増えた、ね、それで謎の別に焦んなくてもいいのに焦っちゃうとか、うん、まあまあ本来なら自分もこうであってもおかしくはなかったなみたいな、うん、ユッキーさんも同じモードな時だったんですか？その20代後半の時とかに、うん、なんかその仕事してて恋愛相談系の広告が出てきて、うん、なんか私って勝手に結婚できると思ってたみたいな広告が出てきてその時に一瞬パッてなったことがある確かにと思っていや結婚できると思ってそう今でも持ってるけどそう当たり前に進む人生の中の一ページというか なんていうのかなその進むステージだったのを20代後半とかで、うん、あれって一瞬思ったことはあったかもしれない、うん、あこんなのめちゃくちゃハードモードっすよねハードモードですね時間もないし、ね、時間もないし恋愛ってこうメンタルも持ってかれるし、うんうんうん、わかんないですけど一応お付き合いざっくり1年ぐらいはかかったりするじゃないですか、うんうんうん、人となりが分かるまで、うんうん、確かにから分かんないけどたくさん出会えたとしてもさいざお付き合いして、うん、あーダメだったかってなって1年経ってるみたいな、うんうん、これむずすぎるよね恋愛で悩むのが嫌だから多分自分で本気の恋愛をしないように多分今セーブしてるとこもめっちゃあってあ、ね、もうこの人と結婚するかどうか本気の付き合いをしようって決めちゃうと結局またそのあでも仕事がとか両立がっていう悩みがどんどん増えていくから深い悩みに陥らない程度にちょっと恋愛に足突っ込んどくみたいな感じをだらだら続けちゃってる現状はあるかもしれない三宅ちゃんが仕事コミットしてて、うん、そっちにモードになったとしてもリスペクト尊重してくれる人がいたらそれは結構いい OK って感じうんめっちゃ良いしなんかあわよくば
その人も同じぐらいの熱量で仕事の方を向いててほしいっていうのはあるかな。三宅ちゃんのタイプってそういう人だよね、仕事めっちゃ頑張ってる人だもんね。なんか尊敬イコール好きみたいな感じになっちゃうんですよ。仕事の話ができて、別に会わなくてもお互い頑張れてたらそれでいいみたいな感じがあるから、友達の中にいるとなんだろう、あんまいないよね、マイノリティな考え方、そうなんです、ね、だからそんなんじゃ無理だよってめちゃくちゃ言われる。へえ。でも少なくとも同じような経験をしてきた人のさ、で、まあ、それによって、まあ、願わくば結婚して、仕事もめっちゃ頑張ってる女性の方とかの話が聞けたらよかったりするのかな。そうだね、ちょっとそんな感じでやってみるか、またまあ誰に相談するかは話して、ちょっと今日相談させていただきたいのが、はい、私のまさに今リアルな悩みっていうところで、今年28歳、年齢近いですよね。私今年29なんで、そうですね、うん、多分一つ違いで、でやっぱり周りの友達だったりとか同期が結婚し、確かに、いやもう子供も生まれるのかみたいな、確かに人波、そうなんです、うん、波が今来ていて、なんか焦ってきたないよいよっていうところがあるんですけど、どうも恋愛に本気になれないなっていうところがあって、うん、いやでもなんかこの企画結構好きなんですけど、この事前の課題のまとめがめっちゃ解像度高いですよね。なんか皆さんめっちゃこう、なんだ、整理されて、話されてすごいなって思って、成田さんの、子育て無理ゲーじゃねみたいな回で結構見て印象的だったんですけど、だからなんかすごい事前にまとめていただいて、なるほどって思って見てました。いや、そもそも多分ね、私がなんかめっちゃ何か解決できるって感じは多分ないと思うんですけど、話聞いたりとか、できるからなんかそういうので力になれたらなって思ったんですけど、すごい一番気になったのは、なんか仕事できるイコール好きって人結構いるじゃないですか、分かんなくて、なんかどういう感じなんだって、その仕事できるってなんかどういう人のことを指すんですか。例えばマッチングアプリとかで知り合った方って、はいはいはい、共通の知り合いとか友人っていないじゃないですか、ってなると自分と一緒にいる時のその人のことしかわからないんですけど、例えば仕事をしてるところが目に見えたりすると、自分以外の人と接してる彼の姿が見れるのがいいなっていうところと、仕事ができる以外でもなんかこう熱中してる人が多分好きなのかなっていうので、それが社会人で一番分かりやすいのが仕事、じゃあなんかその仕事ができる人が好きっていうよりは、安全な人でかつその何か熱中できるものがある人であればみたいなことなんですかね。まあ余心がないじゃないですか、その視点があったりとかある人っていや、そうそのまあ共通の知り合いとかも少ないし、はいはい、ね、それこそ嘘ついてるかもしれないとかであるし、なんかそれがそのまあさすがにこの会社の人だったら大丈夫だろうみたいな、まあある意味こう余心があるから、まあ信頼しやすいみたいなことなんですかね。すごいこれ本当に私の過去の恋愛の話になっちゃうんですけど、はい、言える友達とか家族になんか見る目ないってめちゃくちゃ言われてしまって、自分でこの人って決断することが結構怖かったりとか、はいはいはい、リファレンスが欲しい、そうですね、はいはい、過去の失敗があるからこそ、自分で選んだ人が本当に大丈夫なのかっていう、トラウマチックなものが、俺はもう完全に持論ですけど、はい、なんかぶっちゃけそこまでこう人を見る目がシャープな人ってそんな多分いないと私は思ってて、はい、だってめちゃくちゃシャープだったらもう早く起業せいって感じじゃないですか、もう人を選ぶの失敗しないなんて、だからなんかこう人を取ったことがあるとか交際のある程度経験がある人だったらみんななんか、いや多分その思ってるほど自分は人を見る目がないって、なんかどっかそのなんだ、そこまでこう過剰なおごりはない気はしてて、だからなんか私結構人に対して見る目がないっていう人がなんかセンスないなって思っちゃうというか、そのなんかよう言えんなみたいな思っちゃうんですよね。でただまあその一方でそのみんなが共通して本当に止めにかかる人はさすがやめた方がいいと思うんですけど、はい、なんかそうじゃない場合だったら多分誰も正解は別にわからないというか、
逆になんか自分だとその過去その知り合いの紹介で交際した人がめっちゃモラハラだった場合とかもあるわけで、やっぱその二面性が人って結構あるから、はい、特にその友達に向けた顔とパートナーに向けた顔とで、だからなんか別に自信持っていいんじゃないですか別にみんな後からだったら何でも言えるじゃないですか、やっぱ別れると思ったとか。でも別にそれってずるくないですか、そのだってなんかあやっぱあの会社潰れると思ったみたいな、そんなんなんか外野から言うのはただじゃないですか。だからなんか別に気にしなくていいと思いますけどね。 でもなんか今の話をお伺いしてて、いやなんか結構嫌なことがあったんかなみたいなちょっと気になっちゃいますけどね。なんか嫌なことあるとその後って結構そのそういう人を避けようと過剰になっちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、だから私もこうなんかモラハラっぽい人の後にすごいこう女性的な人と付き合って、でまたモラハラっぽい人と付き合ってみたいな、結構こう行ったり来たりしやすかったけど、なんかそれって結構こう視野狭くなっちゃうとなんかそうなっちゃうなって思って、結構本当にこの人になかったものを次の人に求めてっていう感じで、すごい極端な人と分かります続けてきちゃったっていうか、ね、黒の次は白みたいな、次黒みたいな、いい塩梅の人を攻めればいいのに、うんうん、こうもう180度違うとこ行っちゃって、わかりますよ。あれまた違ったっていうのをこう、行ったり来たり、うん。わかりますよ。してる。なんか逆に言うとその今、いい塩梅の人のイメージが湧かないんじゃないですかね。そのなんか、ちょうどそのいい塩梅の人ってなんかこういう感じだよねみたいなのがないのかもなとかは。うん。いや、この半年ぐらいずっと片思いしてた人が実はいて、結果それが実らなかったんですけど、うん、そこのダメージがめちゃくちゃでかくて、うん、今の自分にとって、うんうん、で余計にそれを使いました、うん、超今ネガティブな感じに、うんうんうん、無限にいるから無限にいるから大丈夫僕なんて無限に人はいるから大丈夫ですけど、でも確かになんかそれがあった直後だとそれはポジティブにはなんないですよね、うん、そのなんかポジティブでもね、むしろ無理してんじゃないかみたいな感じになっちゃうと思うから、別に落ち込んでいいんじゃないですか、その落ち込む期間はそれとしてその味わい切っていいと思うし、うん、なんか恋愛だと私そんな落ち込まないですけど、やっぱ仕事でめっちゃ落ち込むことって全然あって、でもなんかもう今は落ち込んでしゃあない期間みたいに結構整理してます、うん、そのなんだろう、私が過去ノートとかで整理してる時にこう書いてる表現としては、なんか嵐が過ぎ去るのを待つみたいな時期はやっぱあるから、なんかそういう時にやっぱ周りの人がこう結婚したと か例えば会社エグジットしたとか出てくるとすごい落ち込むし焦るし、はい、あこの嵐の中出なきゃって思っちゃうけど、いやもうここで出ると大変なことになるから、もうとにかくこれ嵐をやり過ごさなきゃいけないんだって思っていた時期は全然自分もあるし、多分なんかいいんじゃないですか、一回お休みしてて今は休みしたんで、そもそもやっぱこう人ってタイミングもあるし、なんか相性もあるし、いくつか要素があるから、もう合わなかったらそれは合わないんだと思うんですよ、その条件として、はい、だからなんか向こうが選ばなかった時点で、いや合わなかったんだなって、その単純に何だろう、相性の話だと思うし、うん、もしくは見る目ねえなって以上みたいな感じで多分いいと思うんで、なんかそれで整理してちょっと落ち着いた時に、いやでもなんかその人のこういったとこが多分なんか自分的にいいと思ったし、なんか多分合うんだよなっていうのを整理して、うん、なんかそういう人がいたら大事にしようって思えたらいいんじゃないですか、うんうん、先ほどその相性的な話があったんですけど、うん、相性ってちょっと一言で言うとふわっとしてるなっていうのがあって、うん、具体的にどういうところを見て相性がいいかどうかっていうのって、いや私大きく2つあって、まず1つ目が結構そのこれまで同棲をずっとしてきてて、であの同棲の動画も YouTube に上げて、うん、めちゃくちゃこう批判されるんですけどそういう動画を上げるとそうやってすぐに別れてみたいな、なんかこいつが問題あるみたいなこういっぱい書かれるんですけど、でも自分からしたらその交際とかパートナーのコアってその一緒に生活を共にすることがコアなんで、逆にその同棲を挟まないとこうややなんだろうにわか感があるというか、なんかそれはなんかパートナー探しじゃないのではみたいなとこもあって、だから結構その同棲とか暮らしを大事にしてるんですけど、暮らしにおいて不快じゃないかっていうのが一番、はい、まあ一つ目のそのプライオリティとしてあって、だからそれが例えばその顔がタイプじゃない人だと本当に辛いなとか、まああるんですよ。なんか喧嘩した後とかに何でもここにおんでみたいな、なんか顔が好きじゃないとすごい許せないみたいな。あとなんか体大きい人だと結構部屋狭く感じるなとか。まあなんかそれ以外にもこういう振る舞いする人、例えばこういう時間に寝る人とかだと本当に合わないなとか、じゃあご飯こういうもの食べる人だと合わないな。例えばそのお子様ランチみたいなご飯しか食べない人だと結構きついなとか。うんうんうん、
まあそういうこう生活的なもの、まああと自分の場合だと結構その掃除しないから、なんかそこの家事の分担も自然にできる人がいるねとか、まあそういう生活全般のとこを含めて合うかっていうその生活のこうマッチ度みたいなとこと、はい、私結構友達が多くて、はい、でそれこそなんかマッチングアプリで最終的に3人くらい話が続いて、そのうちの1人と今結婚してるんですけど、あの残り2人なんか友達になったんですよ。普通に私結構その友達が多い上に結構こうなんて言うんだろうな、パートナーとは完全に別にしてもすごくこう大切にしたいなって思うタイプで、じゃあなんか逆にそうなると友達とあのパートナーの違いって何みたいになるんですけど、うん、なんかその時にその友達は別に私がマストでその人の人生にいなくても幸せになれるだろうなっていう人がなんか自分の中で友達で、はい、なんかパートナー多分私がいた方がいいだろうなみたいな、なんかそのより良いみたいな意味で感じる人はすごいパートナーだな。それはお互いにですよね。その自分にとっても、うん、あの彼がいた方がいいし、彼にとっても自分がいた方がいいよねって思える人はすごいそのパートナーだなって印象を持ってて、なんでそこがその友達とそのパートナーの違いだから、その最後マッチングアプリに残った3人のうちの1人と結婚したのは、それはその人にとっては自分がすごく合うだろうなって思ったからだし、うん、他2人はまあ勝手に生きてけみたいな多分なんとかなるみたいな私じゃなくてもいいなって、そう、まあ、他にいる他にいるみたいな感じの人はまあちょっとさようならみたいな感じだったんですけど、だからなんか自分的にはそこの2つはすごく重要視してますね、うん、お互いにとって人生って必要だって思ったポイントというか、うん、その結構私はこの人がいないと生きていけないかもって、うん、なんか気持ち的なところあると思うんですけど、向こうにとって私は絶対に必要な存在だってこう、うん、言い切れちゃうのがすごいなっていうふうには思っていて、うん、そこどういうポイントで感じられましたか、うん、でも多分それはなんかこれを見てる人、特に多分女性でキャリアのある女性が多いと思うんですけど、になんか参考になるかなって話で言うと、その自分はずっと結構20代前半とか、なんか社会的にこういう男性がいいよね、モテるよね、みたいなのに結構囚われてたんですね、はい。で、なんかそれで破滅するみたいな、こう何回か繰り返してたんですけど、なんかある時から、いや、これ明らかにそれ、なんか世間的な、こう、ステレオタイプで見たら私、確実に男性側だなって思って、それはそのもう明らかになんかいろいろなこうなんていうの条件とかスタンスとか見てもやっぱこう男性的な振る舞いが多いし、こう男性的だなって部分がすごく多くて、ってなった時に絶対にその価値観って合わないじゃないですか。こういう男性の方がなんかいいよね、こういう人と付き合った方がいいよねみたいなステレオタイプと、でそれを手放してめちゃくちゃ楽になったし、結構そこからそのスムーズにいくようになったなと思って、でなんかそれが具体的にはそのなんだろう、自分の場合どっちかっていうと家を守るとか、家を守るっていうのはその大黒柱として家を守るとか、そのパートナーを守るとか、どっちかっていうとこうフロントに立って守るみたいなところだったりとか、何かをこう進めるみたいなところとかにすごくなんかキャラクターの軸足があると思ってて、で逆にその夫の場合だと、どっちかっていうと結構家庭的、そのいわゆる女性的な感性が強くて、でなんかそれって多分世間一般だとそこまで強く評価されないと思うんですよね。いわゆるこうこういう人がモテるよねとは違うから、でもなんかそれでお互いあの完全にそのマッチしてる、その性別の役割的には逆かもしれないけどマッチしてるっていうので、いやこれはそんなになんか発生しないマッチだなっていうので、すごいお互いめっちゃハマってるなって思ってますね。私でどんな人が好きなんだろうの分析って多分、うんうん、みんなすると思うんですけど、うん、どういう人があるんだろうかって何をこう与えてあげられるかみたいなところの解像度を上げていくと、うんうんうん、マッチする人が見つけやすかったりするんですか？あ、でもそうかも。なんか好きな人と会う人って必ずしも私一致しないとは思ってて、なんかそこを分けた方がいいと思うんですよ。でなんかこうオタク的なワードで言えばこう性癖みたいな言い方しますけど、うん、なんかこういう人に燃えるよねみたいなのと、交際した方がいい人、会う人、生活として素敵になる人って別だと思うんで、はい、私めちゃくちゃ基本的にクズが好きだからそのクズでも途中で気づいたんですよ。これあこれ絶対に幸せになんないやつだなって思って、そうやってやっぱこうときめきとかで選んじゃうと後からあクズだったやっぱりみたいな、いやですよねみたいな、でなんかそういう時に結構周りからいやだから言ったじゃんみたいな、いや同じかもしれないみたいな、そうでもなんか別にそれはそれでその別にいいんじゃないですか、性癖として置いておいて、はい、
で、なんか、それはなんか、こう、胸キュン、例えばそのドラマでとか、キャラクター見てとかで消化されるものだと思ってるんで、はい、なんかそういう話じゃなく、自分にすごくしっくりくる人とか、でもなんかすごくかっこいいなとか惹かれる人みたいなって、なんか別でもいると思うので、なんか、その胸キュンと、なんか、心地よさみたいな、ちょっと分けて考えてあげた方がいいよなっていうのは、なんか、確かに自分もありましたね、そういう時期が。あ、カイジとかめっちゃ好きでハマってきたけど、カイジみたいな人付き合っちゃダメだな、みたいな。あとなんか今回そのマッチングアプリをした時は、交際前に旅行に行こうと思って、はい、なんか付き合ってないけど、旅行に行ってほしいっつって、新潟、山形まで行きましたね。片道そう、3、4時間、結構遠くて、でもその、旅行とかだと、普段日頃人に対してどうやって接するかとか、うんうん、あと数時間とか一緒にいる時にどんな感じになるかとか、あと場合によってはその私が途中のその乗り換えの時に、いやなんかこの1時間で寿司を食べに行きたいみたいに言い出して、で結構バタバタしたりするじゃないですか。なんかそういう時のなんか相手の反応とか含めて、結構こうキャラクターが見えてくる、なんか個人的にはそれすごく良かったなと思いましたね。確かに今のその付き合う前に旅行に行くっていうお話、うん、私のその仕事をしてる彼を見たいみたいなところにちょっと近いかもしれないですね。そう。だからなんか本当のその、なんだろう、別にデートだったら作られるじゃないですか。うん、だから多分それがどうなんて話だと思うんですけど、はい、別にがっつり一泊の旅行じゃなくても小旅行くらいでも、こう、まあそれこそディズニーとかもそうですけど、はい、歩き疲れた後とかの相手のその対応とかにめっちゃキャラクター出るじゃないですか。はい、なんかそこは見たいですよね。いや、見たいですね。おすすめです。あとこの仕事と恋愛の両立みたいなところ、うん、もちろんお忙しい中でこう恋愛をされ、そんな忙しくない。そんな忙しくない。なんか、ね、なんか両立しなきゃみたいな気持ちってありましたか？なんかどっちでも両立しなきゃみたいな。考えたことなくて、なんかびっくりしました、声が来て。あ、両立ってなんか、育児と仕事くらいでしか両立ってなんか考えたことないな。結構その何だろう、一個のことに集中すると一個のことにこうギュッてなるタイプってことですか？なるタイプですね。もう仕事が楽しいとか、うん、なんかそれこそ仕事内容が変わって新しい環境に行った時とかはもう仕事に向いちゃって、うんうん、あ、今ちょっとあなたいいですみたいな感じになってしまいます。そもそも別に何だろう、暮らしのパートナーであればそんなに連絡取ってない人も多いですけど、私もなんかそんなにまともに返してないみたいな、そのもちろんご飯今日食べる何食べるとかあるけど、はい、それ以外の時なんか4日間スタンプ1個送っておしまいとか、なんか相手からもあ好きやと来ておしまいみたいな、なんか結構あるから、いややっぱそんなもんなんですか。そうですね、暮らしのカテゴリーにもう恋愛も仕事も入れちゃえば、うん、もう切り替えをそもそもしないっていう。確かに。だからちょっとなんか、なんだろう、特別なものすぎるんですかね。育児とかも物理的にリソース取れるか重いけど、はい、別に相手も大人すからいいんじゃないですか。勝手に暮らしとけみたいな感じ。うん。やっぱそこのバランス、いわゆるこう、例えばじゃあ LINE とかで見たときに、こう左右のバランスがめちゃくちゃなとこは結構大変そうだなって気はしますけどね。だからお互い会う人はいると思います。最後、結婚みたいなところについてもお聞きしたいんですけど、うんうん、結婚を30までにしたいなっていう気持ちもありつつ、うんうん、なんかこう漠然と焦ってるだけで焦りますよね。なんかどんな結婚がしたいとかっていうところがあんまり見えてない、うん、ただ周りがしてるからしなきゃみたいな感じなんですけど、こうご結婚された前後での変化だったりとか、うんうんうん、思ってたのと違うみたいなこととかってありますか？いや、特にないですね。うん。変わらず。変わらずですね。まあなんか自分の場合、その事実婚なんで、名前変えたりとかもなかったっていうのもあるけど、本当に何もないですね。もともと同棲。あ、そう、同棲もしてたし、そう、同棲もしてたから余計関係ないですね。だからなんか言うほど、結婚で別に変わらない気はするけど、私もすごいその焦る気持ちはめっちゃわかるんですよ。こう劣等感も感じるし、え、なんかこのままどうしよう漠然でも、こうしたいっていうのはないみたいな、はい、なんか不安みたいな感じあると思うから、だからなんか逆に自分的にこれだけは絶対にこうしたいみたいなとこだけ押さえておいて、あとはなんか手放すとかでもいいのかなとか最近思ってます。それこそ例えばですけど、
なんか、まあ結婚は私しているけど、この後のこういろいろなプレッシャーとして、じゃあ例えば家を買うかとか、いろいろこう論点はあるじゃないですか。でもなんか自分の場合、例えばその家買わなきゃみたいな漠然と思ってたんですけど、なんか FP さんとこう一回話して相談してったら、いや別に欲しくなければいいかもみたいな感じになって、で一回自分も家は買わないってスタンスで、その悩みは手放したんですよ。もうそこは、もう、一旦今は考えないっていうのを果て放してみたいな。だからなんか例えばその子供が欲しければ結構具体的にこう詰めて動かなきゃいけないと思うんですけど、別に欲しくなければ手放していいかもしれないしとか、なんか何が一番重要なのかが整理できると良さそうですよね。なんかそれに合わせてここだけは絶対守ろうとか、なんかここはまあいっかみたいなとかもあるかもしれないし、今じゃない悩みを今無理やり解決しようとしなくてもいいっていうのも、そう思いますね。なんか悩みを手放すとかやり過ごすみたいな話の基本になってる話として、なんか結構自分が重要視してるのが、そのまあこれ自体結構古い概念なんで、そんなに正確ではないだろうとは言われてるけど、ストレスをこう数値化するみたいなのをこうやってる人が多分精神科医かなんかでいて、うん、で例えばその結婚とかもストレスなんですよね、その変化は全て。だからポジティブな変化もネガティブな変化も全て基本的にはストレスなんですけど、例えばその、付き合えなくてこう、破局するみたいなストレスじゃないですか。なんかそのストレスがやっぱ一定値を超えると結構、なんだろう、ガタガタになっちゃうんで、だからなんか例えばこの今いくつかある悩みの全体のストレス値を見て、今はやらないって決定は結構私重要だと思ってて、だからこれ3ヶ月後にはやるけどとかで一回置いておくとか、あと場合によってはその常にランニングしてるプレッシャーとかストレスもあるじゃないですか、はい、でなんかそれも可能であれば、まあ、後回しにするなのか手放すなのかできると、ちょっとその余白ができるんで楽だなとか考えてますね。だからなんかそこのやっぱ上限超えちゃうと本当にダメになっちゃうと思うんで、なんかその中でこうなんだろう、作戦的に後回ししてるんだって思えたらいいんじゃないですか、はいはい、ちょっとしばらく恋愛お休みしようかな。オフで別になんか意外にそういう時に限っていい人と出会ったりもするから、はい、いいんじゃないですか、休んででも上がりっす。結構いろんな友達とかアドバイスくれるんですけど、うん、この今はいいって言ってくれる人いなくて、うん、あ、そうなんですね、今日はちょっとそこにびっくりというか、なんだかんだこう、うん、みんな 焦らせてくるっていうか、まあ、急いだ方がいいよ、ね、急いだ方がいいよ、次に行きなっていう、一旦休みっていう選択がなかったので、いや、なんなんですかね。でも確かに自分が結構その行動が早くて動いてきたタイプだから、なんかそれでむしろ、うん、振り返ってもう少し落ち着けばよかったなとかはありましたけど、うんうんうん、みんなそうっすよ。なんか仕事とかで多分焦る人もいると思うんですけど、別に焦っても何も解決してないですからね。なんか一回そのストレス値を平常にしてから考えた方が落ち着いて考えられる、うん、てか多分そのさっきの話とかだと極端な人言っちゃうって、なんか焦ってるというか、そのちょっと平常じゃない状態で判断してる感じあるじゃないですか、はいはいはい、なんか意外に平常な状態で判断したらなんかあっさりあれみたいな感じになる気はしちゃいますけど、あ、なんかこんなもんかみたいな。確かにその平常の状態に戻すためにも休憩時間って絶対に必要な気がします、ね、うん、次が楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。